水戸市で茨城県のご当地グルメの頂点を決めるイベントが12日から3日間の日程で開催されています。ご賞味ください。乾杯。このイベントは県知事を会長とする新茨城めし総選挙実行委員会が収穫量全国1位の農産物が多いなど食材の宝庫である茨城県に来てもこれを食べようというグルメがないなどの声に応えようと新たなご当地グルメを誕生させる目的で開催しています。県内すべての44市町村がエントリーし地域の特色を生かしたグルメを一般料理部門とスイーツ部門に分け来場者に投票してもらい最終日にグランプリが決まります。おいしい。どうですか。投票はまだ決めてないですね。そうですね、まだ始まったばかりなので楽しみながら行きたいと思います、うん、グランプリに輝いたグルメは県を代表する新たなご当地グルメとして県内外に積極的に PR していく予定です。